Oh! いつだろうとも支度はできている。奏者よ、よからのプレゼントだ。受け取るがいい。自陣へと押し寄せる敵は雲火がごとく、しかして味方はごくわずか。陸郷の才を確かめるには十分な状況で、星村。確かにな。だが大軍どうだろう。無論いささかば魔剣士と多いな。動きが統制されているな。裏で操っている者がいるのだろう。まずはそのセクターを奪い返す。黒幕探しはそのあとアグレッサーの破壊を優先してセクターを制圧する。襲われているか。やれ、助けに行かねばな。未熟者が押されているではないか。では弾けしねえ。かか、たぎってきたぞ。自陣が危ない。わしを向かわせろ。角笛を鳴らせ。戦の始まりだ。待ってな、いい知らせを持って帰るぜ。おい、なんだこの騒音は。皇帝陛下、ような楽隊でも採用したのか。気をつけな、アサシン。奴は何か仕掛けて嫌がるようだ。500体撃破とは、いよいよ波に乗ってきたな。おう、気持ちよく終わったぜ。そっちの調子はどうだい。冒険の異名は伊達じゃねえぞ。襲撃を受けているセクターも存在する。敵救援を取る。こっちはまだ持つな。まあ気が向いたら来てくれ。良い仕事ぶりだな、マスター。攻撃。
ードの制圧お疲れさん。報告だ。敵増援を発生させているセクターを発見した。このセクターを落とせばこちらにアグレッサーを送り込めなくなるだろう。プラントを破壊すればいい。それが敵軍の起点だ。戦闘一人で戦闘を終わらせる気かね。チッ、やるじゃねえか。まだかすり傷だがよ。チッ、いい成果を出したようだな。こちらも見習うとしよう。進むとしよう。この水を見よう。あとでしょう。猛虎が一撃。かか、たぎってきたぞ。浅瀬に追い込まれたが、何
ここからが本番よ。では、はじけしねえ。かか、たぎってきたぞ。やるじゃねえか。くー、かかかかかか。まったく、大した活躍だ。敵には同情を禁じないと。おっと、助かるぜ。一緒に戦うのも悪くねえな。未熟者が押されているではないか。行くぞ、マスター。大喜利つい
ードの制圧お疲れさん。進むとしよう。飛ぶぞ。進むとしよう。
凶悪として勝るは我が発見。何やら見てたで。わしにえたとマイク。そ、でも私はランス。わ、特別に貴様。あたしバクバン。で、ここは二度はい。あ、いつだろうとも。しこれでは百戦。なに、本当と、まったく。それにして。恐れながら無事にご帰還なされたよ。私もあと一歩で軍勢の手にかかるところでしたが、死力を尽く生きていようとそなん、あの破壊のですが、ひとまずは特に防御。ふむ、ジーニーはあのエネミーどもは何人。学士殿、おそらく何という王座。いや、これらの三要素だが、神王のマスターにはそれがない。 そして三種の中でも最も揮発性の高いデータである。およそ肉体手はあるのであろう。無論ですとも、あの白色の英霊アルテラと呼ばれていた者の手にも敵によって分割されたレガリアが確認できました。私は以前の言葉を訂正する必要があります。レガリアは2つに引き裂かれたのではなく3つに引き裂かれた。奏者とレガリアが3つにか。ふむ、そういうこと。まあよい、ともかく。もちろん神王の概ね分かった。そう、強力な相手。さてそいつはどうかね。自信家なのはいい対象の条件だが、あの英霊アルテラってのが神明というか特例。何作か。いや、それよりもだな、皇帝陛下の嬢ちゃん、いいに。空風林殿、すでに神王陛下はご回復なされています。正直に申し上げ。ん、はあ、仕方ね。ん、まず。うむうむ、新たなレガリアを持つアルテラ。いいえと。お、この半80。そうだ、80%。申したと完全に。あの、さらには8 10。奏者よ、聞いたか。うむ、よもや半。しかしやるしかないのだ。余はレガリアを修復し最新ゲ。バー、テルマエは実に良い。テビダリウムも好きだが、やはりカルダリウムのように浴槽に浸かるのが良い。おお、全身の疲れが消えていくようではないか。それでも感じるものの差はある。あるのだ、あるのだとも。奏者よ、そなた。
奏者も胸の高鳴りを何を隠そうユモだ。妙な気恥ずかしさに今さらながらに全身が矢はそなた以外にこうも熱くはなるまい。いや風呂は熱いがそなただけだぞ。余自慢のバラの湯へと誘う相手などと。さすがはそんな殺し文句を堂々とかつ爽やかに告げるとは。嬉しいが照れるではないか。だが矢も慣れた。花も恥じらう乙女ではあるが奏者の構成にいつまでも驚いてはいられないからな。真剣な庄司の、ま、そうか構わぬのか。構わぬのだな。では早速。思った以上にたくましいな。名残惜しいが、ご褒美はここまでだ。世も耐えるゆえそなたも耐えるがよい。精一杯。それを正面から問うとは。つまりだな、世も少しは自制しているのだ。目前の地層もとい末前最高のご褒美を前にして世が一匹の獣と化してしまう。セラフのし言うではない。せす本来こたびは三人目の奏者キャスターの時とはいささか様子なんだ。本来それと幸いであろう。どうあれそうせ、もっと世との入浴を楽しむのだ。バカ者、せっかくのバラもそうせ、もっと世と拾ったのだが、わしには不要よ。使ってくれ。面白い。武の合理果たして破壊できるか。破壊の軍勢はあなたにお任せします。征服王の力知らしめる時でしょう。いささか不本意だがまあよかろう。我が貴様はセイバーか。よく生きていたものだ。だがすぐにお前も破壊される。待て。いささか不本意ならまあよかろう。
我が波動を存分に見せてくれようぞ。トップサマークは制服をいつかんだ。運勢が紹介した強力な英雄放置した場合の被害は想像もつかないが、早急に倒してしまう方がどうする。華々しいな。さすがですね、征服王。全セクターの制圧も間近でしょうか。まだまだ行くぞ。あららー、戦隊突破か。見事、木人が相手としても侮れんな。そうしよ、ここにはプラントがいる。奴らを倒さなければ制圧はできないぞ。はっ
困難な場合が奴と戦わせるか。の戦士とはまた物好きな神話の英雄がごときだな貴様。かかっわしを指して神話の英雄と来たか。面白い男だイスカンダル。我らの勝利だな。また一つ帝国の領土を増やしたぞ。味方が襲われているな。防衛に向かうぞ奏者よ。うん、まだまだここからよ。気持ちいいな。はっふっはっ、この剣は星のごとく。はっふっふっ、もはや止まらぬぞ。はっ、良い気持ちだ。俺は本気で行かねばな。ふっはっ、やもはや止まらぬぞ。この剣は星のごとく。フッフッハッギャー。この剣は星のごとく。ハッフッ、クレームかか、なんという活躍よ。今度手合わせしてみぬか。突破力だな、イスカンダル。良き戦いであった。さあ、残るセクターも踏破するとしよう。より急ぐぞ。行くぞ。便利なものよな。プラントがいるな。まずはあれを叩き落とそう。ふっはっギャーもはや止まらぬぞ。
前だ。勇姿を示すがいい。奏者よ、この運命、そなたと共に。奏者よ、戦況の確認を。攻め込まれている自信があるようだぞ。貴様のような戦士とはな、つくづく人類史というやつは面白い。同感だ、アレキサンダー大王。いや、征服を掴んだの。行くぞ。Thank you.
Thank you.
禁じ得ないね。間に合ったな。見たか、奏者よ。妖道を守り抜いたぞ。間に合ったようだな。今回の雇い主は働き者で結構。しくじったわ。我が波動をここに継ぎやるか。先を急ぐぞ。あの制服を撃破したか。これは簡単する他にないな。奏者よ、戦況の確認を。攻め込まれている自陣があるようだぞ。こちらだ。フッハッフッハッギャー。この剣は星のごとく。ハッフッフッハッ。煉幕よ落ちよ。ロサイクス。ハッフッハッ。もはや止まらぬぞ。ハッフッハッギャー。ハッ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 
サーバントが出現した。早急に撃破しろ。いい成果を出したようだな。こちらも見ながらほしい。Yeah!
すれば姿を見せるか。自らの評価がそれほど気になるのか。うん、そうだ。あれは何度も言ったが、主のそれはこの結なぜだ。お前の英霊としての霊気なぜ勝利。は、勝貴様は知るまい。こパラメ絆愛隠された機能。そう、大部分。いや、愛、私には理解できない。ならば、マルスの剣で確かめる耐えろ、ローマの子。涼しい顔のままか、アルテラよ。そして、マルスの剣と口にしたな。私は、破壊するだけだ、ローマ。何？だが皇帝マスターのせ断る。わずかだが考えるための猶予を与えよう。よく再び私とお前たちが出優勢の決心。
ス破壊。あなたの破壊。あなたの黙れ。おお、怖い怖い。あなたの目に射抜かれたら破壊され。でも何にした。また優勢か。いや、いいわ。このあお菓子ベルバー。もしかして何か思い出したことでもあって。惑星確かに尋ねれ。それじゃせいぜい。何なの。いよいよダークエリザ。では聞こう。優勢とは何か正しい理解さ。お言葉の通り、神王がセラフ、うん、良い。そうか。御身せ率直に。いいえ、すなわち御身の指に輝きしレガリアにこそ月と地球上の人類とムーンセルにシステム技師として召喚された種ムーンセル。また言って良い。月の聖杯、月の内部で、しかし人類圏ではその名をベルバー。やはり聞き覚えのない名前だ。はい、これはムーンセル中枢に記録されたムーンセルですが、地上捕食ゆ。これはその正体。ベルバーは事実14000年前ムーンセル。ベルバー、そのためムーンセルに残された古代文明の記録。いえ、そ今回。いや、しかりムーンセル。まったくこの偉大。そんな自身はこれが守り。ベルバーが大、それがすなわち数多の知的生命体。異性。それは貴様の言葉か。それと無論、しかしそれゆえにあなたがせ貴様せ知ら裏切世を見くびったことは世はバラの皇帝。魔のほうき星などにおののくものか。空に輝く星々、それをまたとえか。見事見事。私は我らが死あのもの破壊を。世にはあやつのあり方がよく見えん。いや、そ、しかしアルテラ、あやつの、率直に言うぞ。アルテラ、あやつの、率直に言うぞ。